何食って育ったんだ。 何食って育ったんだ。 俺が来んのは宣告承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。 この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道開けねえか、チンピラ。 信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今更とぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。
あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。義龍、お前何やってんだ。あ、殺に実施量に言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。うめえぞ、それ。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや、俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大社出世。それに例の殺しの真犯人も渡している。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。
さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。なんだ。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。
ちょっと下がら。なぎたにしてやるよ。遊ぶ金欲しさでした。許してください。ちょっとそこの前、てめえの全てがムカつくぜ。後悔だ。よう、キリュウ、早かったな。すいません、カシュワ。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。どうも、皆さん。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。
つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け、錦山。それより久世の話に出た殻の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一坪の土地が？ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握っていると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後家人の親父もけじめを迫られる。その上久世が殻の一つぼ手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す？まさか堂島組の波紋もあり得ると？ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが破門？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久世が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久世に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか？俺たちは柏木さん。ああ、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやすさんを守るために動きます。
何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ、このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな、バカ野郎。許してください、柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。
れだよ、おやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか。ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キ。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。
縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。キー、今なら全部水に流してる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田！はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ああ、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ！てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。
覚悟はいいな。いつでもいいぜ。
前どこから何があった。派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Yeah.
せ。このガキ始末しろ。堂島組長、タイマン張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そのこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。合わぬわ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。
ありがとうございます。キリュウ、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエッサンの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエッサンも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエッサンの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不定期があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん。